一宮駅は、香川県高松市一宮町にある、高松琴平電気鉄道琴平線の駅である。駅番号は、K08。琴平線の電車の一部は当駅で折り返す。以下取扱窓口、以下定期券窓口がある。途中下車指定駅。駅本屋内には、信号扱い設備が設置されている。 かつては、同社の直営駅としては珍しく自動券売機が設置されておらず、出札窓口において、後券乗車券が発売されていたが、民事再生法の適用を申請後、合理化推進の中で廃止され、簡易型のポール式券売機が設置された。現在はこの券売機も撤去され、普通生産駅に配備されているものと同じバリアフリー対応の、 大型券売機が設置されている。これは河原町駅等に配備されているものと異なり、それより立派である。日本全国にある市宮駅の中で、旧国名や社名を監視しない駅は当駅が唯一である。島式2面3線のプラットフォームを有する。行き違い設備は旧駅付近から始まっているため、校内は長い。旧駅は相対式2面2線だった。 駅本屋は3番線側にある。2001年には1日あたり2442人の利用者数があったが、2018年には1637人、日の利用まで減少している。ありがとうございます。